撮れてる？撮れてますか？本当に YouTube の配信しようと思ったらできなくて激おこ中なんですけど、あつ森やっていきたいと思います。アップデはもうしてはます。どうなってんだよ。あ、もう、あ、しずえさんちゃんと読むからね。皆さんこんばんは。ただいまの二人だけの秘密の島の時刻は2021年11月4日の木曜日午後10時44分です。では本日のお知らせです。まずは条例のお知らせです。この度二人だけの秘密の島に島の中だけで有効な生活のルール条例を定める局がおりました。イエーイ。条例によって島民の暮らしをより良い方向へと導くことができれば、島のさらなる発展が期待できますね。条例の制定は2人だけの秘密の島の未来を左右する重要な決定ですので、どのような条例を定めるかは島民代表であるまこちさんに判断をお任せすることにします。いいの？まこちさんは島民の皆さんが暮らしやすくなる条例の制定をお願いしますね。条例に関してご相談がある場合は、二人だけの秘密の島案内所の窓口までよろしくお願いします。続いて、新しいツアーのお知らせです。本日より、移住者向けの新しい無人島ツアーとして、ボートツアーがスタートします。飛行機のツアーとは一味違って、船の上で海の風を感じながら無人島旅行が楽しめますよ。このツアーでしか行けない島々では、珍しい埋蔵物や DIY の材料が見つかることがあるんだとか、てんてんてん。1日1回なの？ 1 日1回マイルで参加できますので、希望される方は島の桟橋、何桟橋って、新橋的な船頭さんに声をかけてくださいね。それから次のお知らせです。明日エテキチさんが2人だけの秘密の島を出ていくそうです。あ、嘘、そうだったっけ。引っ越しの準備をされている、寂しくなっちゃいますね。エテチケさんとお話ししたい方は今日中にお家を訪ねてくださいね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきます。やったじゃん、やったやった。え、でも聞いた？アップデ、あ、違う、マイル1日1回しか島に行けないっていうのと、条例を私がね、まさかの決めていいという、本当にいいんですかって感じなんですけど。あ、マモルからプレゼントもらいました。ありがとう、マモル。マモルは筋トレが大好きだから、私となんか合いそうだね。オッケー。で、最初何すればいいの？これ変わったところで何をすればいいのかが全くわからないんですけど。あ、クモがいる。待って、あなたどこにいるの？そんな滝の上にいたら危ないよ。降りれないでしょ、それ。どっから上がってきたの？それとも降りれなくても困ってますか、もしかして。助けた方がいいですか？そこじゃ釣りもできないでしょうし。いや、行きまーす。とりあえず役所に行ってみたいと思いまーす。あ、その前に、私の推しであるブルースに最初は会いに行きたいと思います。いた、見つけんの早っ。あ、マコッペ、こんなところで会うとはな、俺たち気が合うんじゃねえか。しかし、はい、ブルースのポイント1、一言目で告白してくる。現話でも、まだまだ今日楽しまねえとな。しかしな、あれ、それだけ話すこと、それだけ。今私役所に入りました。とりあえず田之吉さんに現状を聞いてみたいと思います。これ猫耳見えてる？見えてないの？お越さん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのも、何を恐ればいい。そうだもんね、今のところ僕がアドバイスできること何も思いつかない。どうしたあ、しずえさんか。田之吉じゃなくて、かな。あら、まこちさん、こんばんは。そうそう、
党内放送でお伝えした通り、島での暮らしをよく良くするための条例が制定できるのか。島民の総意ということで、条例については島の代表であるマクさんにご判断を委ねるつもりです。この島にふさわしい条例を定めて、島民の皆さんの暮らしをより良い方向に導いてください。条例についてのご相談がある場合は、島の方針の相談でお伺いしますね。さて、それでは、本日はどのようなご相談でしょうか。じゃあ、島の方針の相談やってみよう。具体的にはどのようなご要件でしょうか。島の条例について。私だけの秘密の条例についてご相談ですね。この島には現在特定の条例は定められておりません。条例の手続きにはいろいろと負担がかかるため、待って、1、10、100、1000万、2万ベルの協力金が必要ですか。何か条例定めますか。か、やります。この島に定めたい条例をお選びください。美しい島条例、朝活条例、夜活条例、ケーキアップ条例。やばい、いや、一番下がさ、私のワイプでさ、隠れて何も見えない。これワイプってどうやって動かすの？あ、いけるじゃん。あ、やっぱやめとくだ。なんだなんだ。やっぱやめとくだと。え、あ、何にしよう。え、何にも情報がわかんないんだけど。美しい島条例っていうのはなんだろう。なんか、みんなで意識高く行きましょう的なやつかな。え、ちょっとくれ、なんか嫌になりそう。え、かといって朝活条例もさ、多分朝にラジオ体操しましょうとか、雑草をみんなで抜きましょうとかって言われるとしたら、私朝起きるの苦手だから多分無理じゃん。夜活条例は、夜なんかする？夜になんかするんでしょ？これがいいかな。それかケーキアップ条例もなかなか気になる。ケーキをあげてくれるんだったら、なんかいいことたくさんありそうだから、夜活条例かケーキアップ条例がいいな。ちょっとやっぱ私夜が好きなんで夜活条例にしますね。あ、何？なんかちゃんと説明してくれんじゃん。あ、すごい。え、これめちゃくちゃいいじゃん。お店の閉店時間を遅らせたり夜更かしして島のナイトライフを盛り上がる条例ですが、それだよ私が求めてたのは。ナイス、お願い。これは2万ベル払う価値あるわ。うん、他はない。わかりました。また何かございましたらお気軽にご相談くださいね。やばい、これマコのマコ次第、マコ次第じゃない、マコで全てが動く世界になってしまった。大変だ、これは大変だ。守るだな。え、なんかこんなとこにさスピーカー置いてあったっけ。ラジオ体操ができるラジカセ置いてある。あっぶねー、これ朝活だったら絶対これされてたじゃん。あっぶねー、あっぶねー、あっぶねー。ブルース何してんの。よう、精が出るな。しかしな、なんかあげよう。なんで俺に渡したいものってか。しかしな、渡したいものがあるんだよ。何にしようかな。カッティングボードってなんだろう。母のポットカバーダメ。パンケ、ん？パンキングの肖像画？バードバス？バードバスって何？化石のドア、あ、これ私ね、最近作ったの。化石のドアプレート。やっぱ手作りのものをあげちゃうっていう乙女心？あげるよ。なに？化石のドアプレートじゃねえか。本に切るぜ。この色のもんずっと探してたんだよ。今度ドアの雰囲気を変えたいって思った時にこいつを飾らせてもらうぜ。これで少しは服も招けばいいんだけどな。これからもお礼させてくれ。体操服だ。え、待って待って。え、体操服、え、体操服でラジオ踊れってこと？ラジオ体操をしてくださいってことですか？着るけど。あ、なるほど。なるほどね。まあ、そういうブルースのセンスも、だよ。守る。マコボンじゃんか、久しぶり。うわ。そうなの。え、なんで知ってんの？私、ここ最近めっちゃ筋トレ頑張っててさ、筋肉ついてシュッとしてきたんだよね。やっぱ、守るはそういうところも気づいてくれるっていう、いいやつでした。これ私の住人のモニカでーす。モデルウォーキングの練習してたんだって。すごいな。マイルゲット。
いいよ。で、その島流しとやらはどうやって体験できるの？やばい、何にもわからないんだけど、新しいアップデートされた世界どうやって楽しめばいいのか何もわからない。だからこういうのってさ、ほんと配信でやるのが一番楽しいのに、 YouTube がさ激重すぎてさ、ほんとによ、なんなんだよもう。ここ誰んち？あっ、そう、新しく引っ越してきたんですよ。待って、なんだっけ名前、アポロだ。なんかブルース的な感じで、なんか喋り方がめっちゃ似てんの。え、なんかもしかしたらあのちょっといいブルースとどっこいどっこいかもしれない。やばい、なんもねえけどゆっくりしてってくれ。ダワイ、ダワイってなんだい、ダワイって。まこちゅ、今日はエテチケが、エテキチがこの島で過ごす最後の日だぜ。最後に一言くらいは声かけてやるよ。あいつも喜ぶと思うぜ。ダワイ。わかった。わかった。出てくる。なんかさ、なんとかだぜとか、なんか、こういう言葉がもしかして好きなのかもしれない。なんとか、なんとかしようぜ。とか、なんとかじゃねえかとか多分そういうのが好きなんですよ。あ、かわいい、レム、ごめんね、レム、1ヶ月ぶりだね。うん、いっぱい話そう。特にご用オフはおしゃべりしよう。この間聞いたんだけど、僕の昔のお友達の間で変な噂が流れてるみたいなんだ。なんと僕が無人島でたった一人でサバイバル生活をしてるらしいって。それを聞いて僕こう言っちゃったんだ。お化けが怖くて今でも夜一人でトイレに行きなれるの絶対無理。今それで持ちきりだって。かわいい。どっからそんな噂流れたの？でも到底思いつかないけどね。そのビジュアルで。あ、いた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 、これじゃん、これじゃん。カッペって誰？ん？おめえ初めて会う顔だな。オラはカッペイだ。おめえはマコチさんか。へへ、シャレた名前だな。オラはマイルで参加できるボートツアーのガイドを頼まれてこの島に来たんだね。珍しい材料が手に入る島とか、オラの船でしか行けない島に連れてって行ってやるべ。ツアーに行きてえときはいつでもらに声かけてくるろ。待って、なんかさ、東北の方ですか？お、ツアーに行きてえのか？うんちは往復1000マイルだぞ。行きたい。セーフ、2370マイルあったから行ける。じゃあ、1000マイル払ってくんろ。え？青森とかの方ですか？よーい、早速出発するべ。準備すっから、オラの船に乗ってくんろ。足元に気をつけてな。はーい。ね、船に乗ってる！かわいい！めっちゃかわいい！体操服で船に乗ってんだけど。かわいい！なんか歌ってる、カッペ。歌うよ、オラはカッペイ、野暮で一途な方の夢語り。あ、終わった。はい。行ってしまうんですね。あ、行かれたみたいです。俺着いたべ。おめえ、オラのツアーは初めてだべ。ま、飛行機で行けるツアーと注意事項は変わらねえから、説明しておくことは特にないべ。オラはここで待ってるから、道具が必要になったり帰りたくなった時はいつでも声かけてくるの。了解。これ誰かいんのかな？本当にあれ、え、飛行機で行くやつとそんな変わりなくない？そんな大して変わらなくない？何が違うの？え？違いがわからない。誰もいないよね、だって。
何して楽しめばいいの？誰もいないよね。熱海号でそっちに行ってみる。え、誰かいます？これは何なんだろうか。わかんないな。わかんないから帰ろっかな。なんかとりあえず誰もいなくて、誰もいない。ん？帰りたい。誰だけの秘密の島に帰るんだな。忘れ物があっても取りに戻れねえぞ。大事なものを置き忘れたりしてねえか。 OK。 あ、何これ何これ、リアクションできるんだ、かわいい。拍手してる。あ、かわいいかわいい。友達、家族、人、こんな夜だから気まで心の心盗むよ。くしゃくしゃ、あ、できなかった。今日はいい掘り出しもあったか。え、そういうこと。え、どういうこと。掘り出しもが見つかるの。え、いや、何も見つけられなかったんだけどな。あ、もしかして、スコップで掘った方が良かったのかな？うわぁ、めっちゃ見逃してたやん、多分。そういうこと？掘り出しもんって言ったよね、買って。そういうことかな？穴を掘れってこと？あ、戻ってきちゃったよ。あと、博物館。私が一番楽しみにしていた。いるのかな、いるのかな、いるのかな。言ってる。はい。ふうたさんです。お、これはこれはまこちさん。ちょっと考え事をしておりまして、失礼しました。ああ、でもちょうどよかった。相談したいことがあったのです。実はこの博物館内にカフェスペースを作りたいと思ってるんです。それで、古くからの知り合いであるカフェのマスターに連絡を取っていたんですが、え？どうも店を閉めてるらしく連絡がつかないんですよ。最近新種の埴輪が見つかったという噂があるので探しに行ったのではと思うんですが、あ、彼は埴輪に目がないんですよ。私にとっての化石みたいなものですね。ここで、まこちさんにご相談なんですが、私の代わりにマスターを探していただけないでしょうか。もちろんだよ。それがマスターの写真です。その写真の人物を見つけたら、二人だけの秘密の島に来てほしいと伝えていただきたいのです。ちなみに、新種の埴輪が見つかったのが、カッペイさんのツアーで連れて行って、ね、待って、そういうこと？連れて行ってもらう離島なんだが、ご面倒おかけしますが、よろしくお願いいたします。そういうことか。順番間違った系ね。あー、さっきの島にいたはずなんだ。よし、もう一回行こう。何度でも行こう。え、待って、マイルあったかな。え、寝てる？カッペ起きて。ボードツアーに、あ、ね、待って、嘘でしょ。ボードツアーに行けるの1日1回までなんで、また明日来てくるのって言われたんだけど。なんで？嘘じゃん。え？いけないの？え、ダメなの？え、そこはなんとか。本当じゃあ逃げるのは1日1回までな。また明日来てくるの。え？すいません。あ、そこをなんとか行きたいんですけど。すいません。やっぱあの、マスターに会うことが全てなので、もう今日やることなくなった。でもやることなくなっちゃったよ、みんな。どうしよう。暇だよ。もうブルースしかいないよ。よ、元気か、しかしな。話しに来た。おめえ、よく見ると網を持つ姿、随分と寒いなってるじゃねえか。
FM しとりゃお手の物って顔しやがって何事も壊れた頃慣れた頃ってのが一番失敗しやすいっていうからな。ではナムシ見つけたからって慌てて書き寄ったりするなよか。もう何もすることない。終わろうかな。まだそこにいんの？早く滝の上から降りておいで。お家紹介して終わります。ゴキブリはいないはず。いたかな。よし、いない。まさかのこんなやること何もなくなって暇になってるのやばすぎる。もう前代未聞だよこれ。他にさ、できることあるっけ。あのね、ここら辺は全く変わってません。私のお家は前に配信した時から何も変わっていることはありません。わけわからないお家。これ寝室。ねえ、あれ見せたい。待って、一個だけ見せたいのがあります。すごいんです。この奥の部屋に行くとあるんですけれども、じゃーん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 。はい、見て、皆さん見てください。見てください。ええ、ちょっと待って。どういうことどういうこと。ね、家にブルース来たんだけど。ちょっと待って。どういうこと。こんなの初めてなんだけど。びっくりした。待って、家にブルース来たんだが。ダメ。めっちゃ汚いじゃん。ちょいと揺らせてもらうぜ、しかしな。待って。なんで来てんの。なんで来た。こんなことってあんの。来るなら言ってよ。掃除するよ。やばい、タランチュラとか飾ってる場合じゃないじゃん。やばい女だと思われる。あ、今お客さんが来てるし、模様替えをまたにしよう。やば。あ、帰るんかい。早くない。もうちょっと行ってもいいけど。帰るん。ブルース。あ、なるほどね。いていいよ。さすがに来て1分で帰るのは。待って、写真撮れた。どうやって写真撮んだっけこれ。すいません、これ写真ってどうやって撮るんでしたっけ。パニックって何もわかんないんだけど。これ。見えない。あ、そっちはダメです。はい、ダメです。待って、リンゴも持ってきてくれたの？おめえこういうの好きかと思ってな、しかしな。やばい。リンゴくれたんだけど。待って、やっぱこれって恋愛ゲーム？もしかしてだけど、なんかそういうやつだっけこれ。アンティークの家具は手入れさながら誰かの元でずっと使われ続けるだろう。これってすげえことだよな。アンティークなテーブルはこれからはおめえの元で新しい歴史を刻んでいくのか。しかしな。やばい。ニヤニヤが止まんないって。こんなことってあるんだ。でもこれめっちゃ嬉しいね。住人が自分の家に遊びに来てくれるのってこんなに嬉しいことなんだ。すごっ。あなたの写真奥の部屋に飾ってありますけど、見ていきませんか。ここの部屋しか移動できないのかな。やばい、タランチュラ見てるって。
見ないで。よし、マコッペ、ここは一つゲームで勝負しようぜ。ゲーム、何するんですか？そんじゃ、ハイ&ローでおめえの運を試してみようぜ。あ、びっくりした。もう何それ。ルールの説明はいるかな？何？俺は今1から9の数字が書かれた9枚のカードを持っている。ここからまず1枚選んで引いたカードを8、さあここからだ。次に俺が引くカードの数字がこの8よりも大きいか小さいかをお前が予想するってわけ。なるほどね。予想が当たったらボーダー T シャツやるからな。はい、頑張る。はい、8より大きいか小さいか。小さい。お願いお願い。お、やった。え、待って、持ち物いっぱいなの、そんなん聞いてないって。なんで、もう、持ち物いっぱいとか言わないよ、もう。覚えて。え、やば。え、もらえないの？え、もらえないの？え、ブルース。もう片付けしたんだけど、もらえないの？え、これからもちょいちょい抜き打ちで遊びに来るからなって言ってる。鍵渡しましょうか。椅子に座って本読んでる。え、でもさ、よくよく考えて、遊びに来て本読んで完全にこれ自分の世界入ってしまってるじゃないですか。これってこういう場合の私ってどうすればいいんですかね。でもやっぱりあんまりあれですか、気を使ってないっていうことでよろしいんですかね。ということで合ってるでしょうか、これは。あ、こちらをチラ見しております。あ、めっちゃ見てるよ。そうだよ。そうだよ。え？奥の部屋には行かないんだね。せっかく絵飾ってあるやつ見せたかったなぁ。え？待って。家にある植物に水あげてくれてるんだけど。え？なんて優しいの？わあ、めっちゃ物色されてるよ、私の部屋の家具を。まじまじと見ております、ブルースさん。今日の動画は、これにて終わりにしたいと思います。この後は、お見せできません。帰るとするか、今日は邪魔しちまったの、楽しかったってしかしな。あ、帰るの？バイバーイ。帰ってしまいました。絵だけ紹介するわ。これだよ。びっくりした。